交通部長が地に明、総統、蔡英文と共に登園記場早うに試乗する、テイラマゴモンキーズの死休式で、総統、蔡英文に同伴する、テイテイ文さんは、中華民国の政治家。現登園市長、卒業後の長平時期には中華民国、国軍連合公金司令部に配属されている。桃園都市運行士筆頭株主である、市政府の市長として、 安全基準を下げることなく登園機場早運を開業にこぎつけた。高価化が決まっていた大鉄重幹線立体化事業を地下化推進に切り替えた。また、市内鉄道網整備でも政府から多くの認可を勝ち取っている。市議会は国民党が多数派で難しい舵取りを迫られることも多いが2016年12月20日発表の 満足度調査では6大直轄市でトップの市政満足度を市長個人での満足度でも来期を乗り、チ気区に次いで60%弱の評価を得ている。ラバーダックが東園市で展示された時に美観を損ねるとの苦情が相次いだのを受けて電線の地中化を推進することになった。貿易対応では空の玄関口となる東園国際空港を抱えながらも2020年4月に 行われた、園見雑誌による、民庁では70%超の満足度となり、6市長のうち3番目の高評価だった。市長に対する市政満足度と、市政評価調査の結果、評価は以下のようになっている。一期目初期は、さほど高くなかったが、高尾、台南市長として、高評価だった、来期よのりや陳菊が、中央政界に去って、以降は評価ポイントも順位も上がりつつある。 上述の通り日本との友好関係構築に積極的なほか、2016年熊本地震では他の民進党警視庁と同じく報酬の1ヶ月分を被災地に寄贈。また、東園市政府消防局特捜大隊及び災害救助犬をいつでも派遣可能な体制を整えた。設立50周年を迎えた YKK 台湾法人の記念式典で来賓として登壇。 祝辞を送ったほか、当事長に名誉市民賞を授与した。日本統治時代に混流、近年修復された東園神社については、今後の歴史的遺産として活用する考えを示している。大概には、電気工学部に入学するも、社会学部に倶り替えしたことについて、同等立法委員で大学の先輩でもある、旧多造に、 クラスメイトの女子の後を追いかけて社会学部に転入したと暴露されている。ただし対外的には台湾では一人の技術者であるよりも一人の社会の変革者を必要としていると感じたことをその理由としている。妻は看護所の技術者。結婚は文さんが政治活動に専念する契機となった。2009年の東園県庁選挙時。 公認過程で、右翼曲折があり工事日が迫っていた中で相当の際、英文が帝に白羽の矢を建てることとなった。帝の参戦声明は、庶民台湾、有感商丹と石壁の戦いをもじったものだった。また、映画、レッドクリフのセリフ困難に立ち向かうために勇気を振り絞るなどを、引用している際は帝を武装前夜三国史の周遊に、例えたが、本人は、 現在オーバーウェイトで豊か周囲だと自重している。また、1万5000人以上の有権者名簿の生命を覚えているという記憶力を持ち、際は定位に対し人間 PDA と評していた。2009年東園県庁選挙特票分布。党幹部の要請により、急遽2009年の統一地方選挙に出馬することになった。 選挙活動は58日間しかなく4万9000あまりの僅差で、国民党名誉主席で、合白を父に持つ暮れし上げに赤敗するも、得票率では46%に迫る、前線ぶりだった。これは特に伝統的に国民党が強い、党園圏においては、党の過去最高の得票率であり、新世代の中心人物へと上り詰めることになる。その後、新総統となる、 蔡英文はこの件を定文さん58日間の奇跡と評した。2012年立法院選挙で地元桃園県選挙区から出馬するも国民党のベテラン議員に2万票差で敗れ、5000を許すことになった。2014年東園市長選挙特票分布。下馬票では圧倒的に有利だった現職の子が3万票差の僅差で敗れ、メディアは 10代不可思議と評した。直轄市長選挙において47歳での当選は、陳水編が台北市長に当選を果たした44歳児に次いで、史上2番目に若か,かった。当園市長選挙得票分布。ありがとうございます。